信長の野望大使水パワーアップキット。はい、では信長の野望大使ウィズパワーアップキット、ね、やっていきたいなと思います。今回はね、リクエストはもうね、全部消化しきったので、またね、自分の好きなね、ポイをね、やっていきたいなと思います。なので基本的に軍友集結ですね、やっていきたいなと。前回本願寺やりましたし、軍友集結ではあれじゃない、前田さんもやったような気がするんだよねなのでここら辺やったんで、今度、まあ、端っこからね、やっていきたいなと。津軽さんあたりでいいですかね。津軽さんあたりにしましょう。我が軍略、お見せしよう。意外と、イケメン系の顔なので、はい。サムネ映えするかなと思います。はい。ではね、これとして見ていきましょう。拠点の人口が増えやすくなる、いいですね。港のある証券の金銭収入が増える。開墾の効果が上がる。宣戦する、布告すると、達成力が参加しにくくなる。まあ、別に問題ないですね。敵の城、敵の牢城部隊の士気を一定間隔で減らす。足軽の防衛速度が上がる。足軽の死亡率が下がる。合戦中の敵勢力の民中が上がる。ああ、これいいね。うん。これは別にマイナスじゃなくていいですね。落としだとよく、一気とかっていうのはあるんですけど、それはなくなりますね。なんか、まあ、農兵精錬があるからいいでしょう。豊作図の、秋に少ないな、軍事に。兵糧減るのが少ないね。兵糧減るのはないね。ほぼほぼ。まあ、その代わり商業があるんで、まあ、商業でバンバン進めていくような感じですかね。あ、農業もありますね。まあ、商業で米を買いなさいってやつですよね、これきっとね。わかりました。じゃあ商業を進めていきましょう。志果たすため手段は選ばぬ。ゲチよ。では歩兵していきましょう。3600か。3600ですね。で、3300万しか出さないってことですね。柿崎さんしか攻める場所ないですね。初月で行くんだったら柿崎さんですね。じゃあ、まあ、これは撤去かな。あとは、漁村作っていきましょう。承知いたしました。かしこまりました。かしこまった。はは、かしこまった。シカワンチポッカは、かしこまりました。引入していきましょう。あー、表情、表定、取る気にしない。配属は委任する。だ、大丈夫ですね。じゃあ、カスタムインでやっていきまーす。まあ、こんな感じでね、やっていきまーす。じゃあ、宣戦布告、柿崎さんしかできないんでね、柿崎さん行きまーす。我が軍略、お見せしよう。こっちの方がいいのかな。どっち行くのがいいのかな。最初
こっち遠いよね。こっちにしよう。武将そんないらないね。じゃあ3300だけでいきまーす。多分勝てるかな。でも相手が先着取ってるからね、ちょっと微妙かもしれないね。では進めていきます。報告いたします。先月の収支です。あ、海じゃない、当たる場所が。ゲチよ、手を打ちましょう。守り上げだったら勝てるでしょ。じゃあ進めていきます。負けちゃいましたね。悔しいですね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。じゃあちょっともう一回出しますか。今度は当たる場所は海なので、今度は勝てるかな。後に続け。おっと、なんか宣戦布告されましたね。我が領内に敵が迫っております。5600名だから返せないね。まあ石川城あげましょう。この心だし、必ずや果たしてみせようぞ。報告いたします。これより表情を始める。商業農業かな。タイミング確か使えるのってあれですもんね。あんまりいいのなかったですもんね。農兵精錬ぐらいですもんね。これにて表情を終える。ご命令を。ああ、農作業やってなかったね、そうだ、先月。これ出てこなかったね。じゃあそのまま行きます。ああ。これ厳しいね、老女しよう。参ります。進みます。ゼロが2箇所あるんだよね。でも2000ぐらい持ってかないと取れないだよね。とりあえずこれでちょっと行ってみようか。報告いたします。ご
お命令を。口惜しきことよ。お味方が捕らえられました。はい、捕らえられちゃいましたね。まあとりあえずここは、ああ、武将が入ってきたね。行くとしようか。我に続け。とりあえずここをと飛び出して皆の者、我に続け。北空経由していきましょう。待機せよ。出てきましたね。勝利の光が我が道を照らしている。はい、とりあえず1個取れたんで大丈夫かな。こっちは出陣します。部分入場させて、あー、大して増えないね。そのまま行こう。ここで当たっちゃうの？行くとしようか。当たんないよね。出陣する。当たるね、これ。行くとしようか。こう来ると当たらないように見えるんだよね。まあ、ちょっと当たらないと信じます。出陣する。報告するぞ。ご命令を。当たっちゃうんだ、やっぱ。まあ、国境警備してるんで、多分、こいつは多分、なんとかなるでしょう。ここら辺が帰ったっぽいね。ここら辺にいた部隊はね。秋崎さん意外と強いですね。まあ、この舞台に戻ったら、行きますか。まあ、地道にゆっくりと。報告するぞ、先月の終始だ。これより表情を始める。あ、ここにいた子が取られちゃったみたいね。農業はいいから、論議取っとこうか。これにて表情を終える。まあ、ここら辺？あ、上の方ですね。まあ、今回農業をちゃんと進めていきましょう。あんまり取るの好きじゃないですけど。ご命令を。あ、でも逆に良かったわ、ここ取られて。安藤さんから攻め込まれなくて済みますもんね、こう。ここはまあ上げておこう。取り返すのやめよう。うん。ただここら辺とか取っていけばいいだけなんでね。まだ武将帰ってこないね。報告するぞ、先月の終始だ。ご命令を。歩兵しましょう。はっ。まだここ武将いないですもんね。いつ帰ってくるんだ、ここの武将。ここは一部隊だけですからね。それだけでしょ。しかもここから出してるから、どう帰ってこないと。帰ってきたかな？帰ってきた、帰ってきた。こっからは出さない。
大丈夫ですね。我に続け。使いの者が来たようです。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。まあそのまま進めていきます。勝ちはいくらなさい。ありがとうございます。勝たねば生きる道はなし。それが乱世よ。結構余暇ですね。これは早い。お心だし、必ずや果たしてみせよう。この城もらい受ける。はい、柿崎さんね、取ることできました。じゃあ南部さんと交換しよう。かしこまりました。あー、交換しないでそのまま攻め込み行けばよかったね。ここはと取り返すことできたね。でも取り返したくないからいいや。報告いたします。先月の収支です。これより表情を始める。農業商業。これにて表情を終える。米類通増やしとこう。これ条件は進出無償量10個以上。あー、10個まで、そんな、同盟とかないから、10個なんかそんな証券進められないよ。ご命令を。は。これで 5個だもんね。返そう。神殿？じゃあ神殿やる？どっかと。多分通称、ここ行かないと無理ですもんね。ということで、証券はなかなか条件未達成なので、二個ずつにはならなさそうですね。は。そしたら、ここ2万2000だもんね。そんなに2万2000もないし、問題ないね。ここも1万2000プラス1000。まあ、この準権状があるから問題ないですね。じゃあ、ちょっと時間送っていきましょう。あ。こっちだ。こっち。いらないのがいっぱいある。これ撤去。これも撤去でいい。じゃあ漁村作ってみましょう。かしこまった。あ、お金がない。取引を行いましょう。かしこまりました。もうちょっと行っとこう。かしこまりました。は。こんな感じですね。かしこまった。こんな感じで1個後ろ取られちゃいましたけど、2個取ったので別のところね。まあ問題ないのかなと。ちょっと中世団まずいね。まあ、とりあえず、裏切らないように、一個で。一個でね、片付けない。
青になってくれる武将だけね、上げておきます。じゃあこんな感じで進めていきます。報告いたします。ゲチオ。取引を行いましょう。取引を行いましょう。道路変えたいけどね。まあとりあえずあれですね。この漁村どんどん発展していきましょう。かしこまりました。もう金がない。兵糧を行いましょう。仰せの通り。あと6ヶ月なんで、9月よりも先、9月に兵糧入ってくるんで、大丈夫ですね。それまで、兵糧を行いましょう。ありがとうございます。それで建築していきましょう。発展。は。ここも発展してもいいかな。かしこまった。は。まあ一応はね、こんな感じで、あとは内政だけでね、終わりになると思います。はい。取引を行いましょう。継続発展。かしこまりました。兵糧を売りましょう。取引を行いましょう。かしこまりました。かしこまりました。まあ評論でだいぶ減っちゃいますけど、でも毎月入ってきますからね、それなりにね、もう少しすれば。報告いたします。これより評定を始める。農業商業かな。軍事もちょっと欲しいね。軍事農業で。これにて表情を終える。せめてここだけは取っておきたい。ご命令を。取引を行いましょう。継続あったんですね。発展。あ、もう全部大丈夫です。問題なさそうですね。報告いたします。ご命令を。開発、発展。まだ漁村出来上がってないですね。じゃあ進めていきましょう。で、来月、兵糧が入る感じですね。まあ、兵もだいぶ、溜まってきました。報告いたします。ご命令を。まだ戦争できないでしょ。まあ戦争できないですね。ではもう少し、開発。かしこまりました。はっ！かしこまった。で、本当は売っ
ってでも、兵糧売ってでもやりたいんですけども、来月ぐらいに戦争できちゃうんで、とりあえず、あれですね、売るのはやめておきましょう。あとは貯めておきましょう。報告いたします。これより表情を始める。毎月1000ね、評論が入ってくるんで、それは良かったですね。軍事、これはなんだ、軍事だけで大丈夫ですね。じゃ軍事と農業で、これにて表情を終える。あ、農業徴用もまでいけちゃう。いいですね。本当はこういうのね、ツールセーブとかやりたくないんだけど。いや、やっときましょう。ゲチよ。はい、ということで、これ戦争できるようになったのかな。はい。ということで、第1話はね、ここら辺で終了したいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。